周辺のサバナの衛星画像1993年5月撮影のフォルスカラー画像。この画像は最も乾燥した時期のものである。夏季の雨によって7月から9月にかけて増水する。スッドにおける魚老スッド。山の海は南スーダンのマラカル市の南からモンガラ市の北にかけての白ナイル川流域に広がる世界最大級の湿地。東西の幅は 約3 0 0トル南北の長さは約4 0 0トル寒気の総面積約3万平方キロメートル。雨気の総面積約13万平方キロメートル。2006年にスッドに含まれる5万7000平方キロメートルの領域がラムサール条約に登録された。ニジェール内陸デルタと並ぶアフリカ大陸最大級の湿地である。サドという名称は、 アラビア語、障壁、障害物、塞ぐから。その名の通り、この湿地は、多数の浮島や込み入った天然水路によって、船舶の航行を妨げており、白ナイル上流と下流との天然の壁となってきた。スッドは、湿地だけでなく、そこで航路を妨害する、浮島の呼び名にもなっている。スッドの総面積は、寒気で、約3万平方キロメートル。 雨季には約13万平方キロメートルにも及ぶ。雨季になるとナイル川の増水と激しい降雨によって低地の大部分が冠水し、一年のおよそ半分の間陸路の通行は遮断される。スッドは工場的に冠水した本流沿いの地域と季節的に冠水する周辺のサバンナ地帯に大別され、さらにサバンナは樹木が少ない草原と、 高木や寒木が散在する草原に分かれている。スッドの土壌は、水のフィルターと水量を安定させる、スポンジの役割を備えている。スッド全土には、肥沃で粘度が高い黒粘土が、分布しており、冠水した、黒粘土は、自動車や歩行者の移動を妨げ、乾燥して、石のように硬くなった土は交通の障害になる。また、スッドは、 スーダン最大級の石油の埋蔵地帯であり、石油の採掘による環境汚染が懸念されている。水文学的にスッドは洪水を緩和し、バハルアルイコールジャバル川からの大石物を止める重要な役割を持っている。蒸発によっておよそ55%の火水がスッドで失われる。水位は季節的な増水の程度によって変動し、最大で1.5メートルに達する。 同じ井戸に位置する近隣の地域と比較すると、スッドの年間降水量は55から65センチメートルと少ない。この気候の一因として、スッドの東端と西端に存在する地形性上昇がある。スッドに入った白ナイルの流れは網目のように広がり、白ナイル側の支流であるバハルエルガザル側、バハルアルアラブ側、ソバト川が北の境界線となっている。 すっとで停滞した白ナイルの下水は、蒸発によって、約半分に減少する。水面では、上流から流れ着いた水草や、パピルスなどが絡み合い、場合によっては、直径数百メートルもの浮島となって漂っている。水面を覆う補低層やパピルスの浮草や浮島は、船舶の航行の障害となり、南スーダンを、北スーダン、エジプト、19世紀に、 アフリカ大陸への進出を図ったヨーロッパ諸国の影響から分断していた。ナイル川の探検時代には多くの探検隊がスッドで進路と退路を断たれ、飢えと風土病によって落命した。スッドは多種多様な生物症を抱え、湿地帯に住む動物は季節によって変動する水位に合わせて移動する。寒気に入るとアンテロープ、ガゼル、 ゾウなどの内陸部の草食動物が水と食料を求めてスッドに現れ、魚類は増水時に冠水した平原地帯に拡散して繁殖する。スッド周辺にはヌエル族、リンカ族、シルック族などのないロート系部族が居住し、スッドの環境に依存した農耕、牧畜、魚老、狩猟採取を行っている。20世紀初頭。 スーダンの共同統治を行っていたイギリスとエジプトは、スッドで蒸発する多量の火水を利用するため、運河の建設を討議した。1978年に、ジョングレー州のボルト・マラカル南部、白ナイルとソバト川の合流点を結ぶジョングレー、運河の建設が計画された。現地の住民の合意を得ることなく、開発が進められたために、南スーダンでは反対運動が起き、 環境問題に注目が集まり始めた1980年代に入ってヨーロッパでも計画の是非が議論される。1983年の第二次スーダン内戦においてはジョン・グレーン川スーダン人民解放軍の攻撃目標となり全体の約70%の掘削を終えた段階で工事は中断された。現在南スーダン政府によって ジョングレイ運河建設計画の再開が検討されている。ありがとうございます。